さて、今回はスタジオにリエラ3期生鬼塚とまり役の坂倉さくらちゃんがやってきてくれました。さくちゃん、今の気持ちを教えてください。はい、私はおしゃべりがあまり上手ではないのですが、今日はね、なこちゃんとなぎちゃんが一緒ということで、なんか安心感があるっていうか、なんか何言っても大丈夫それはそういうこと何言ってもなんか広げてくれるんじゃないかっていう謎の安心感がすごくあるので、あんまり緊張はしていないです。楽しみです。これもね、いいですね。本番始まる前の別日からね、言ってるの、さくちゃん。なんか何を言っても二人が広げてくれるかもしれないうん、頑張るね、さくちゃんと思って頑張んなきゃだね、頑張んなきゃって思ってた。それで今日来ましたよ。よろしくお願いします。お願いします。ちなみにね、さくちゃんのプロフィールを見ると、はい、特技の一つが剣道。かっちょ、いいね。かっちょ、かっちょ。かっちょ、かっちょ。ということで、はい。剣道の掛け声っぽく、我々に喝を入れてもらってすいません、本当に。うわ、どうしよう。お願いしていいですか？なんか、これ剣道やってる人あるあるかもしれないんですけど、こう、面をつけないと声が出ないっていう。あ、そうなの？ちょっとあんまりちゃんと言えないんですけど、じゃあ、一番得意だった技ちょっと、やりますね。さくちゃんの声で、スタートしますんで。どうぞ、お願いします。行きます。やー、こて、ねー。結ぶ、結ぶ。つながる、つながる。輝き、輝き。ラブライブスーパースター。リエラ。東京 FM。What a Wonderful Radio。世界中が君を見てる。自由に踊れ。勘違いだっていいんだ。ダンシングダンシング。答え合わせばっかの毎日じゃ腐ってしまいそう。君だってそうでしょ。模範解答は絶対ではない。信じて胸が騒いだフィーリング。今日は今日のベクトル昨日と違くて。ワンダフルレディオ、リエラのユニットの中からシンクライズのダンシングラズベリーをお届けしています。ありがとうございます。ありがとうございます。お、今日は2人揃ってますね。そうだよ。そうです。シンクライズ5人のうち2人がおりますわよ。いいですね。はい、この曲のなんかおすすめポイントとかありますか？はい、この曲は私はもう結構どこの場でも言わせていただいてるんですけど、ダンシングダンシングのサビの部分が特にお気に入りで、思わず踊りたくなっちゃうようなリズム感が好きです。そうなんです、いいですね。おしゃれなリズムがまたね、思わずちょっとなんか首でこううんうんうんってリズムを取りたくなるようなそうね、いいのよ。ということで、ラブライブスーパースター、私立結ヶ丘女子高等学校スクールアイドルリエラ、葉月恋役の青山渚です。こんばんは。同じく嵐千里役の美咲奈子です。こんばんは。そして鬼塚とまり役の坂倉さくらです。イエーイ。さくちゃん、こんにちは。さくちゃん、リエラ3期生坂倉さくらちゃん、やーこそ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 、やーこ
ですね、はい、番組ハッシュタグはいつもねなこなぎラジオ、ひらがなでなこなぎ、カタカナでラジオなんですが、はい、今日はさくちゃんもいるということで、ひらがなでなこなぎさくで、カタカナでラジオをつけてね、皆さん感想などを投稿してもらえると嬉しいです。嬉しいです。なこなぎさくラジオ、そうだね、なこなぎさくラジオ、いいねいいね。なんかさっきさ、うん、あの冒頭の部分で最後私たちにカツを入れてくれたじゃないですか。入れてくれましたね。あれは、うん、試合でもああいう感じ。いや、さすがにあそこまで気の抜けた掛け声はした最後、ね、最後笑い声入ってたよね。4年ぶりぐらいにちょっと言ったのね、ちょっと久しぶりに念をつけないで言ったらあんな感じになってしまいました、うん、すごくあの100均とかにたまにあるさ、子供用のふにゃふにゃの、あの棒あるじゃん、ね、あれで打たれてる気分だった。可愛かったね。めっちゃ可愛かったよ、うんうん、そしてですね、リーナメンバー登場ということは、今回も私たち3人のサイン入り番組ステッカーを抽選で3名様にプレゼントしちゃいます。やったー。エンディングで発表する応募方法を皆さんよく聞いて、ぜひプレゼント企画にも参加してください、うん、はい、それでは改めまして、3期生坂倉さくらちゃん初登場ということで、なこなぎラジオお決まりのあの企画をやっちゃいたいと思います。さくちゃんね、今回自分の好きな曲を選んでくれたんですよね。選びました。お、ちょっと自己紹介代わりに3曲って難しくなかった？ちょっと難しかったです広いからね、そうありすぎて好きな曲が、うんうん、そう厳選するのが難しかった、うんうんうん、ではさくちゃんのセレクト楽曲をお届けしていきましょう。ご紹介お願いします。はい、まずは私の特にお気に入りの曲、オフィシャルヒゲダンディズムで115万キロのフィルムです。これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと、主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン、目の奥にあるフィルムで作る映画の話。僕はですね、私あの中学生の時からこのオフィシャルヒゲダンディズムさんがすごく好きで、いろんな曲をね聴かせていただいてるんですけど、その中でも特に一番好きな曲になります。そうなんだ。歌詞がすごくなんか素敵だし、メロディーも好きだし、この藤原さんのね優しい歌声が本当にすごく好きで、いいよね。どういう時に聴くの？なんかもう特にこうなんて言うんだろうな、うん、こだわらずにこう、うんうんうん、好きな時に、あ、なんか音楽聴こうって思った時に聴ける曲。あ、そうなんだ。いいよね。私この曲めちゃめちゃ同じく好きなんだけど、そう、帰り道とかによく聴いてた。あ、いや、いいよね。聴くとなんかちょっとね、すごくなんだろう、寂しくなっちゃう。あ、電車の中で聴いてる。帰れないなんかそのままさ乗り過ごして別のところまで行きたくなる感じ終点終点折り返し折り返しか、もしかしたら車庫に行っちゃう帰れない。なんかスマホとか見ないで、うん、電車の窓のからの景色とか見ながら聴きたくなっちゃう、うんうんうん、そうだ、浸っちゃうの、浸っちゃう、ヒ、ゲダンさんのさライブとか見たことあるの？あ、あります。3、4回くらい。あ、結構行ってる。結構行ってて、そう、家族みんな結構好きで、うん、家族みんなでライブに行ったりとか。うわ、いいな。家族で生きるっていいね。めっちゃいいね。その家族に行ってくんないかなお母さん、え、家族で出かけたりよくするってこと？よくします。結構仲が良くて、うん、結構本当に毎週のように出かけしたりとか、お買い物もみんなで一緒に行ったりとか。仲良しだ。すごい。どういうところお買い物行くとかよくある？スーパーとか。最高。でも何気なく家族でさ、うん、今日なんか晩ご飯何にするとかさ、うん、こうカゴにいっぱい入れたりするのめちゃめちゃ楽しい。楽しいよね、うん、スーパーって楽しい。スーパー楽しいよね。わかる。この曲で特にお気に入りのさフレーズとかあったりする？
ここですね、このサビのサビ、ここのサビの部分の歌詞が特にお気に入りで、あとなんかこの曲を聴いてるとなんか一本 の映画を見たような気分になれるんです。そこが本当にお気に入りのポイントです。この曲さ結構長めじゃない、でもさ一曲聴いても長いって感じないで、すぐに終わっちゃう感じが、すごいよ。一緒にいる時間をこの115万キロのフィルムっていうので例えるっていうのがさ、おしゃれでいい日だよな。本当にもう素晴らしいです。はい、では次に行きます。はい、続いて私坂倉さくらが選んだのは私のカラオケのお箱、ヨルシカでただ君に晴れです。追いつけないまま大人になって、君のポケットに夜が咲く、口に出せないなら僕は一人だ、それでいいからもう諦めてる。はい、こちらの曲はタイトルにもありましたように、私のカラオケのお箱でございます。カラオケに行ったら必ず歌います。あ、そうなんだ。カラオケよく行くの？カラオケ最近あんまり行けてないんですけど、高校生の時とかは、高校生って学割とかがあるじゃん。あるね。それでもう結構頻繁に行ったりとか。あ、そうなんだ。カラオケでこの曲歌う時はどのタイミングで歌う？最初か最後とか。あ、でも結構最初の方に。あ、序盤に歌うんだ。はい、なんかお友達とかと言ったら交互に歌ったりするじゃないですか。で、何歌おうかなって迷ったらもうとりあえず絶対この曲入れます。あ、そうなんだ。ヨルシカさん、私も学生時代からめちゃんこ聴いてるかも。それこそカラオケで歌うし、この曲、なんかちょっと歌ってるサクちゃんを今想像しながら聴いてるんだけど。わ、え、サクちゃんさ、高音がめっちゃ綺麗だからそうなの、すごい合うよね。本当ですか？歌うとまた何ちょっと普段の柔らかい声の中に何かかっこよさが入るというか、それがすごい好き。嬉しい。聞きたいな。聞きたいな。カラオケ行こうね。カラオケ結構カラオケ行こうって話題にはなんだけどね。そうね。確かになかなかいけません。他にさカラオケで歌う曲とかあるの？カラオケで歌う曲、あ、でも本当にラブライブの曲ばっかり歌ってます。歌って踊ってみたいな感じ。ダンスはなんかそんなちゃんとはやっぱ上手じゃないからできないんですけど、なんかノリノリな感じで歌ったりとかして。あ、そうなんだ。ってことはリエラの曲も歌ってくれたりとか？もちろんでございます。なんか本当にリエラの MV の画像が流れたりすると本当にテンション上がっちゃって、たどりついてるのなんか歌わずに見ちゃう。見ちゃう。あ、終わっちゃったってからね。なんかスマホで写真とか撮りながら歌うの忘れて、普通に推し活してる。ファン、ただのファン。はい、ではこの流れでもう一曲いいでしょうか？もちろんでございます。はい、続いてリエラのことが大好きな私が選ぶお気に入りのリエラソング、リエラで私のシンフォニーです。宝物を見つけた子供のように奏で始めたんだ夢を、キラリ希望を響かせるの、どこまでも広がれ私のシンフォニー。ずっと大切にしまってた一番大好きなこと、どうしよう「待っていた」
送りしているのはリエラで私のシンフォニーです。生放送の時にリエラの好きな曲でビタミンサマーを上げさせていただいて、今回はねちょっと別のものを紹介したいなと思ってこの曲を選ばせていただいたんですけど、嬉しい。大好きで、テレビアニメでかのんちゃんが一人で歌った時にすごく感動して、いつ聴いても勇気をもらえる曲だなっていうのがすごいあって、でなんか5人バージョンも9人バージョンもあれば、ライブでやっていたこうゆっくりのバージョンもあるじゃない、サードライブの時か、ありましたね。もう全てのバージョンにそれぞれのね良さがあって、大好きです。今流れてるのは1期生5人で、そうだね、一番最初じゃない。私のシンフォニーのなんか魅力とかを紹介するときに、なんか誰にでも当てはまるような歌詞とか、そういうフレーズがたくさん並んでると思いますっていうのを結構言ってた記憶があって、それこそさくちゃんも多分それですごく気に入ってって言ってくれてるのかなって思うと嬉しいね。嬉しいよね本当に。そんなサフちゃんは今リエラですからね、はい、そうですよ、メンバーですよ、はい、なってしまいました、はい、なんと実際にさ、サフちゃんがリエラに加入して、どう、なんかリエラの印象って変わった？変わった、なんか大きく変わる部分はなくて、でもなんか本当になんだろうな、より好きになった。こう皆さんとこう仲良くなって、なんだろうな、応援していた側の時はなんか結構遠い存在にすごく感じていたんですけど、こう仲良くなってよりなんかみんなのことをよく知って、もっともっと好きになりました。オレンジーねー、よかったね、ほんとその一言が聞けたから、もういいや今日は。よくないけどね、もっとサクちゃんのこと知りたいよ私。本当に嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。サク、ね、ちゃんが選んでくれた3曲をお届けしてきたんですけども、はい、なんかもうちょっと最後が嬉しすぎてさ。そうだね、もっとでも本当にたくさんお話ししたくなるよね。お話ししちゃう、するお話ししちゃう、ちょっとこうね、したいな、お話ししたいなと思います。はい、はい、ワッターワンダフルレディオ、東京 FM ワッターワンダフルレディオ、リエラの青山渚と美咲奈子と坂倉さくらがお届けしています。さて後半何をやるかと言いますと、実は本番前に私たちはそれぞれ奈子、渚、さくの3人ね、お話ししたいことのお題、トークテーマを紙に書きましたね。はい、書きました。まだ何を書いているかわからないんですよ。そうだよ、隠したから、わからないです。はい、はい、ということでさっきね書いたものを全部ここにあるので、はい、今目の前にある紙を引いて、出てきたお題について3人でお話ししたいと思います、じゃあまずはさくちゃん、いいですか、いっちゃいますよ、じゃあこれで。なんだ、私左を選ぶ癖があるんだな。なんかあるよね、でもトランプとかでもいつも左選んじゃう。これちょっと覚えとこう。左にジョーカーいるよ。なんだ、はい、何でしょうか。よっ、私のお悩み聞いてください。これを書いたのは誰？はい、私です。まさかの自分のやつね。自分のでした。はい、何ですか。はい、私のお悩み、これはですね、はい、もっと素を出していきたいっていうお悩みがありまして、なんか私結構真面目ぶってて今も。言うてもた、真面目ぶってる、しっかりそんなぶってるっていうか、なんかしっかりしなきゃっていう意識が結構あって、なんかもっと本当はすごいいじられキャラだったんですよ。そうなんだ。そうなんです。だからなんかもっといじってほしい。いじられ倒していいってこと？そういう感じね。いじり倒していいんです。なんかカマチョだし、なんか確かにカマチョというか、なんていうの、かわいいさ、子犬感はわかる。あの尻尾振ってフリフリする感じ。いじっていいよっていうと、まあ凪雄さん、いじる、うん、どういう感じでいじったらいいんだろう。ちょっと分からないですよね、私が真面目ぶってるから。でも最初緊張しちゃってさ、こうしっかりしなきゃみたいなのが確かに分かるよね。そうね、今でもあるよ、もちろん私も、しっかりしなきゃって、しっかりしなきゃある。でももう内容と話したら別にいいかな。分かった、じゃあ今さ、敬語でさ私たちに話しかけてくれてるじゃない、そこをちょっと崩していくっていうのはどう？わー、時間かかっちゃう。
ちゃうかもしれないけど、ちょっとずつね、時間かけても少しずつなくしていったら、多分ツッコミとかしやすくなるかもよ。ツッコんでいいの？いいや。確かになんかリエラの皆さんが本当になんか、うん、全然敬語使わなくていいよみたいな、タメ口でいいよみたいな、なぎちゃんも最初の方に言ってくれたんですけど、わあなかなかねちょっと敬語ね崩して、お、いやもういいんじゃないですか？いいですか？もちろんもちろん失礼じゃないですか？そんなことないです。失礼じゃないよ。全然みんな仲良くです。本当に。じゃあもう一個選んでみますか？なごちゃん、いいですか？聞いてみよう。お、聞いてみて。じゃあこれ。なんだ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 。髪の音。なんだ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 。コンビニで一番多く買ったことのあるものは、これを書いたの誰だ？なぎおでーす。なぎおだよねー。コンビニ。コンビニってさ、結構行くじゃない？行く。ね、今までコンビニに行った中で、うん、例えばお水一番買ったことあるの？トータルで考えて。うわー、なんだろう。トータル？結構いい勝負かもしれないな、これは。おっと？おっと？ちなみに私はね、うん、多分お水だと思うのよ。水はでも本当に買う。なんかお水とおにぎりとかさ、うん、パンとか、うんうんうん、何かしらお水は買うなと思ってて。ちなみにさくちゃんはさ、何と何で迷ったの？私はおにぎりかアイス、うん、アイス？アイス？アイス？おいしいよね。結構私なんか一人でコンビニ寄ること最近結構あるんですけど、今まであんまりなくって、うん、あ、そうなんだ。そう、なんか家族と外食に行った時に帰りに、うん、なんかアイス食べたいね、アイス買って帰ろっかみたいなって言われたことが結構あって、いい、ね、そんな感じですね。ちなみにアイスはどんなアイスが好きなの？私はあのチョコ系の、わ、おいしい、こってりこってりした、こってりこってりラーメンみたいな、さっぱりしたやつよりこってりしたやつが濃厚なやつ、こってりこってりチョコアイスが好きなのに、アイスの表現でこってり初めて聞いたかもしれない私は本当に注文されてるのかと思って、こってりでお願いします。こってりが好きです。そうなんだ。なるほど、アイス確かに買うね。冬でも買うの？冬も買う。ああ、そうなんだ。アイスに季節なんか限らないよ。そうだね。そこで食べるのも美味しいもんね。いや、そうなんだよね。なぎおさん玄関先で食べるからね。そう、私ね寒い中で食べるアイスが好きでね。やってみて、今年の冬。やります。うん、やります。ちなみになこちゃんは？私か、うん、飲み物系とおにぎり、うんうんうん、塩おにぎりと鮭がめっちゃ好きだから、結構いい勝負してるかもしれない。塩おにぎりって塩だけの、あ、そうそう、塩おにぎり、美味しいよね。全然自分で握った方が早い気もするんだけど、いや、コンビニのあの味が美味しいって、うん、そうなんだよな、ね、ちょっと冷たいじゃん、 それがいいみたいな具合がさ、なんか自分で作ったちょっと偏るかなっていうのが、うん、その辺かな、うん、一番買うのは、意外にみんなバラバラだったね。バラバラだ。アイスも食べたいな。お腹空いてきたね。いいお話をありがとうございます。ありがとうございますということでね、それぞれが考えたお題についてトークをしてきたんですが、まだ一個トークの内容あるんですよ、うん、はい、はい、ということでね、続きはオーディのアフタートークでお話をしたいと思います。はい、東京 FM What a Wonderful Radio、 リエラのジャンプイントゥーザニューワールドをお届けしながらのエンディングです。さくちゃん、初めてのなこなぎラジオどうでしたか？あっという間すぎました。早かったね。早かったね。笑ってたら終わってた。体感1分くらい。本当にめっちゃあっという間、楽しかったです。いや、嬉しいです。また来てほしいね。ぜひとも、いろんなお話したいです。ぜひ。それではね、ゲストの坂倉さくらちゃんに、はい、リエラからのお知らせをちょっとお願いしてもいいですか？はい、リエラからのお知らせです。ただいま、ラブライブスーパースター、リエラフォースラブライブツアーブランニュースパークルが開催中です。今週末は愛知公演キャッチュエディションが行われます。ライブビューイングや配信で参加予定の皆さんもぜひ一緒に楽しみましょう。詳しくは公式ホームページをチェックしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。そして What a Wonderful Radio の後、夜9時半からは杉野陽介さんがお送りする今夜もオフトークです。ちなみに私たちのオフトークはオーディでも配信中です。今回はなこなぎ作でお題トークの続きをしたいと思います。どんなお題があるのか、オーディでのトークもぜひチェックしてください。ではここで
私たち3人のサイン入り番組ステッカーの応募方法を発表したいと思います。はい、番組ホームページのメッセージフォームから次回の放送が始まる来週火曜日の夜9時までにキーワードとメッセージを送ってください。今回のキーワードどうする？どうしよう、何がいいかな。なんかさ、こってりとかさ、こってりチョコアイスか、うん、一番冒頭で言ってくれた、うん、めんこてやーめんこてやめんこてやー違う、やーこてめんやーこてめん違った、やーこてめんめんこてやなんかめんたいこやみたいな、めんたいこやー違う、ここで初めて言った本当のやつはなんだっけ。やーこてめんです。やーこてめん、やーこってりめん、やーこってりめんにする。やーで、や、や、やの次が伸ばし棒を、まっすぐのやつね。で、うん、こってりめん、ひらがなでこってりめん、こってりめん、話やねんって感じやけど全部ひらがな、おいしそう。やーこってりめん、剣道の話をしてたはずなんだよ何がこってりめんやって。え、でも試合中とかで多分、うん、やーこってりめんって言ってもうあのバレない、やってる方が聞いてたら、うん、やってみようかな、ぜひやってみてください。推奨しちゃダメ審判の人笑っちゃうから面白いな、はい、ということでいい、ね、キーワードは、はい、やーこってり麺、全部ひらがなです。はい、お願いします、はい、ちなみにメッセージの内容は番組の感想やメッセージを募集中の企画への投稿など何でも OK ですが、キーワードだけだと当たりませんのでご注意ください。抽選で3名様にプレゼントしますが、当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ぜひ忘れないうちにメッセージを送ってくれたら嬉しいです。そしてですね、次回の What a Wonderful Radio にはもう一人のリエラ3期生やってまいります。おー、うん、そのゲストがミーン・マルガレーテ役のユイナ。さくちゃんから見てさ、同じ3期生のユイナはどんな印象？いや、ゆいなはもうとにかく元気、うん、そうだな、そうだね、元気です、本当に、うん、リハの後とかでみんながクタクタになっててもゆいなのテンションだけはずっと高くて、そうだよね、本当に元気もらえるから、うん、それで太陽みたいな子で本当に、本当にキラキラだよね、楽しみでございます、はい、それでは明日も終わったワンダフルデイ、私たちとはまた来週火曜日の夜9時にお会いしましょう。リエラの青山渚と美咲奈子と坂倉さくらでした。さくちゃんまた来てね、また来てね。